それでは引き続きましてゴールデンジョッキーカップ総合優勝そして第2位第3位この3位までの騎手の表彰式をこれから行われます。ちょっと3位の方は後ほどということでお願いできますか。はい、それでは1位2位3位総合優勝横山則弘騎手第2位は山口勲騎手そして第3位は武豊騎手この3名の表彰式をこれから行います。まず第1位の横山則弘騎手台にお上がりください。日本中央競馬会理事長賞が贈られます。星勝久京都競馬場場長より贈られます。どうぞお受け取りください。いや何しろ点数の厳しいレースでしたんで表彰状がちょっとまだできてない。いやいやいい気やな。いや申し訳ございません場長どうもすいません申し訳ありません本当にそのうち届くと思いますが、それでは一応成績ポイントをご紹介しておきますと、横山則弘騎手30ポイント、そして第2位の山口勲騎手は24ポイント、武豊騎手は第3位24ポイント、これは山口勲騎手と武豊騎手は全く同じポイントなんですけれども、同ポイントの場合にはチャンピオンジョッキー、チャンピオンジョッキー賞に勝った方の騎手に与えられるとこういう仕組みになっておりますので、第3位は武豊騎手ということになったわけです。表彰状が来ておりませんのでインタビューをしたいと思います。横山則弘騎手おめでとうございました。ありがとうございます。横山則弘騎手はこのゴールデンジョッキーカップ競争は初参加なんです。過去ゴールデンジョッキーカップ競争は19回行われまして初参加の騎手が勝ったのはこれが8人目ということになります。妙に初参加の人が総合優勝というのがこのレースの特徴でもあります。でもね横山さんね最後のあのレースは直線敗れはしましたけどものすごい勢いの追い込みでしたね。そうですねちょっとね参考なすぎからちょっとさばくのがうまくなくてねだったら馬券に絡んでるぐらいでもね来れたと思うんですけどまあ、ちょっと悔いが残ったレースでした。武豊騎手と同じように最初のレースで勝って20ポイントを持ってました。武豊騎手はあなたの2戦目をものすごい気にしてたんです。ものすごい気にしてたんです。うん、そう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 、それなんですよ。武さんに聞きます。はい、横山騎手が勝ったレースを見たときどんな気持ちしました。そうですね第2戦僕は乗ってなかったので安藤さん応援してたんですけどあやっぱりノリさん勝ったかと思って、はい、で最後のレースでですねあなたと横山騎手が5着までにどっちが先着するかによってトップが決まるというこの際どいところで日本ピロリッチで思い切って花に行きましたね。まあそうですね逃げてみようかなとはレース前思ってたんですけどそうですね園田の直線がすごく長く感じましたね。3コーナーで逃げてるのに捕まえに来た馬がいてあの4コーナー手前どんなことを考えてました。まあ、川原さんは相変わらず空気読んでくれないなと思ってなるほど、はい、表彰の準備ができたようなんですけどもやっぱり第2位の山口勲騎手、去年全国リーディングのトップでした九州佐賀の山口勲騎手におめでとうございます。じゃあちょっと満足しないですけど、まあ、去年よりは一つ上がったかなっていう感じですね。そうでしたね。はい、それではこれから表彰式を行います。どうもすいません、まず第1位もう一度言い直します。日本中央競馬会理事長賞は星勝久京都競馬場場長より第1位の横山則弘騎手に賞状が贈られます。そして商品も合わせてお送りさせていただきます。賞騎手横山則弘殿
あなたは平成23年度兵庫県競馬組合、組合 A 第21回園田競馬第20回ゴールデンジョッキーカップにおいて優勝しましたので、記念品を贈り、これを賞します。平成23年12月15日日本中央競馬会理事長辻川健二。それでは今度は地方競馬全国協会理事長賞が贈られます。プレゼンターは佐々木武美さん。今日はトークショーに参加していただきました。7151勝、世界の第5位のランクであります。おめでとうございます。続いて第2位に贈られます。山口勲騎手です。同じく第3位、武豊騎手です。どうも、3位までの騎手に全国地方競馬全国協会から贈られました。続きまして第1位の騎手に全国公営競馬主催者協議会会長賞が贈られます。賞状総合第1位騎手横山紀弘様以下同文でございます。米沢康隆事務局長より贈られました。同じく第1位、関西スポーツ新聞5社賞、日刊スポーツ、古橋則道様より贈られます。賞状第1位、横山典弘殿、以下同文です。同じく第1位、兵庫県馬事畜産振興協議会会長賞が贈られます。賞状総合第1位騎手横山典弘、おめでとうございます。馬主協会から贈られます。兵庫県馬主協会会長賞、池田守会長より3位までの騎手に贈られるのは蔵です。最後に兵庫県競馬組合管理者賞が贈られます。1位、2位、3位の騎手にはそれぞれ1位100万、そして2位50万、3位30万、賞状がまず贈られます。騎手横山紀弘様、おめでとうございます。1位の賞金はちなみに100万です。総合第2位騎手山口勲様、おめでとうございます。総合第3位騎手武豊様、以下同文です。おめでとうございます。それでは上へ掲げてもらいましょうか。はい、よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。ご苦労様でした。本当にレースを盛り上げていただいて本当にありがとうございました。お三人の方本当におめでとうございました。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。